この動画は後編です。ぜひ前編をご覧いただいてからご視聴いただけると幸いでございます。準備できました。さあそれでは第1戦目参りましょうか。んデュエルスタンバイ。初心者です、よろしくお願いします。毎回この初心者ですっていうのが腹立つのなボコボコにされるから、この後で闇おマリック、闇マリック、なんだ闇のゲームやめろ、闇のゲームとかやめろ闇の、あ、闇のゲームじゃない、なんだこれ、なんだこのスキルなんだなんだこのスキル、わからん、よーし、え、なにこれ、リバースペインとかそういう意味わかんないスキルです、これわかんないスキル、なにこれ、何のスキルだよ、教えてくださいよ。セット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 、いや、そんな伏せないでくださいよずるいですよ、そんな伏せるの、わからない状態にしよう思って、そんな伏せるのずるくないですかちょっと僕トラップカード発動すごいカード、すごいカード入ってる、すげえカード入ってるわ、よーし、やばデッキから極性トランジータモンスター1体を手札に加える、なるほど、極性デッキ来た、極性デッキだ、私はスキル何、マジでマジでスキル何、もうヨルムンガルド、ガルドか、なるほど極性板は特殊があったな、セットセットセットってことは、僕の読みではこのセットモンスターはなんか破壊するとトークンが出てくるやつだと思うんですよねだから俺は多分殴らない、いや殴って今回ちゃんとあ、レビオニア落ちた、よしよしよし、ドロー、くっそまずい、私のレビオニアが、なるほど、わからない、その時計が光りまくってて全然わかんない、でも、ね、攻撃しなくて助かりました、えっ、そんなバカな、あ、出た、あ、やばいうわぁ、最悪や、ちょっと待って、一回ちょっと天地回復しよう、天地回復をしていこう、あぁ、お前かこれやばいな、タングに要素やばい、レベル4のあいつ出てくる、ちょっと待って、ここと、ですね、ここと、それから、むずい、光やな、光の方がいい、こうだ、あーこれは厄介なデッキですねああなるほどなるほど、ちょっとこのデッキすごい嫌いなんですよ、私、なんで嫌いとか言うんですかめっちゃ強くないですかこの、いやこれ、ま、ちょっと待って、でもね34はガチでやばい、ガチでやばいこと起きる、ちょ34マジできつい、ちょブラッククロードラゴンでは、あ、危ない、でもオッケー、重心クロ、オッケー、重心クロ、オッケー、重心クロ、オッケー、ブラッククローズが、ね、最強のモンスター出てくるんだよ、たまに極性デッキって、え、これあれじゃないんですか、よし、でもあれでしょ、極真制定は出せないでしょこれ、確か極性天モンスターじゃない、通るか、オッケー、なんだっけこいつの、こいつの効果、ちょっと待って効果読む、一旦に一度、相手フィード上のすべてのモンスターの効果をターン終了時まで無効にする。ああ、オッケー、それはオッケー。フィード上の表側表示のこのカードが相手に破壊されると、自分の墓地の極性重点を打ちたモンスターをゲームから除外し、このカードを墓地が特殊化する。この効果で特殊化が成功したら、相手ライフに800万ダメージ。オッケー、問題ない。よし、これで、いいでしょう。ヨルムン、あ、やばい、召喚して、やばい、これ3000ダメージみたいなやつでしょ、これやばいやばいやばい、エネミーコントローラー、やばい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 、ちょっと3000ダメージマジきつい、え、いや、ひどいよひどいよ、そんなのらしいだよ、あー痛い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 、もうちょっとデュエルしましょう、ヨルムンガンド殴りましょう、やっぱりね男はヨルムンガンド殴るべきですよ、
もう私は通るでやります。ヨルムンガンド殴れって攻撃おかしいよこれ。いけコストじゃん。あメギンギョルズを。あ7000。あヨルムンガンドに攻撃。どんだけ強い。どんだけ強い。これ強い。このデッキ普通に強かった。どんだけ強い。いや結構強い動きしましたよ俺も今。いや殴るべきだったか。いや俺絶対今殴ったらなんか出ると思ったんですよ。あのなんかトークン出すやつ。あーはいはい、あのそれも次のドローで引きましたそれ。いや絶対それやと思った。しくじった完全にミスった。最悪だ。見たら勝機ありましたね。最悪だ。どんだけ強いトール。てかヨルムンガンド最強かよ。あれめ完全サイパーコンボ決まりましたね全部。どんだけ強い。シャイニング松坂の飲み会の刑は避けなければいけない俺は。それあの事務所から怒られます。やばい俺トップコートから目つけられてる説あるんですよね結構。はいはいはい。100点の手札するのやめてください。そうなんかね、そのこういう本番で100点の手札作ってなんかそのなんかなんていう芸人魂みたいなの見せるのやめてもらっていいですか。スーパー持ってるなって思いましたよ今。いやー無理無理無理マジで。3000バーン なくても負けてるやんあれ。メギンギョルズ でちょっと泳がしたんだよ。おかしいもん。なんかジャックアトラスにリュウさんって声似てますね。えマジっすか。いや似てると思いました今。それちょっともそれはそれで星野さんに怒られる。星野さん優しい方ですから絶対大丈夫。絶対怒んないですよ。OK 先行。よーし。エンターテインメントなければならない。あーなるほど。ああ。行こうか。落としないだろう。ターンシロー。ターンシロー。私のターン。うん。似てんな。テイカーサスもできるのか。独創の第一楽章発動します。あー強い出た。独創強い。オッケー両でソプラノオッケーで、はいはいオッケー。カノンを召喚します。でソプラノの効果でカノンと一緒に合体して、融合できると。オッケー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 。いいでしょう。さらに私は幻想の歌姫ソロを召喚します。どんだけ強いの。召喚権使ってなかったんか。なるほどいいだろう。ソロで攻撃。いやこれ使うしかないか。これは使うしかない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 。うわ生物。これは使うしかない。オッケー。耐え。耐え。オッケー。耐え。オッケー。受けましょう。受けましょう。ずっと光ってるからわかんねえんだよな。そのカード。そのカード一生わかんねえんだよな。これはやばい。よし。オッケー。よし持ってこい。よしよしよし。できた。ナイスワイドワインド。なるほど。私のキーカードが。よし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 。でこいつは戦闘で破壊するとなんか出てくるんだよ確か。このカード戦闘で破壊されるとなんか出てくる。オッケー。戦闘で破壊するとなんか出てくる。だからまあ、とりあえずこいつだけはぶん殴らないといけなくて、こいつだけはぶん殴らないといけない。絶対に。何があっても。オッケー。打点を上げる。最大600アップするから。オッケーオッケーオッケー。いいでしょう。
オッケー突破。うわあ。危ねえ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 。私のターンです。キングのデュエルはエンターテイメントなければならないんだよ。トラノーネ。トラノーネ。行きます。いや。くそー、でもまだやれるんですわ。どんだけ強い、ハンドどんだけ強い、ちょ勘弁してや。おー、おかしいよ、どんだけ出てくんだよこいつ、おかしいよ。シューベルトで攻撃。やばいやばい、2300耐えろ。 OK、 ターンエンドです。 OK、ね、危ねえ、危ねえ、よかった、危ねえ、これ除外されたら危なかった、これ除外されたら終わってた、危なすぎる、危なすぎる。よし、社長さん、今のはプレミですよ。いやー、ちょっとカードの効果を知らなかった。よし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 、ここで毎日暇すぎて実況してる力見せつけていく。で、これをこれも除外、これぶちかましていく。幻想のイリュージョン、魔法トラップカードを受けず、その自分のモンスターは相手の魔法トラップカードを受けず、一度バトルフェイズに2回攻撃できる。 OK、 今そんなに関係ない。 OK、 でウィッチ召喚反転で、レッドリゾネーター召喚で、レベル4クロキオのウィッチにレベル2レッドライジングドラゴンをチューニング。レッドライジングドラゴンの進化書がなんだっけな。ちょっと覚えてねえや。なんちゃらかんちゃらがどうのこうの。シンクロ召喚、レッドライジングドラゴン。そしてレッドライジングドラゴンの効果が発動。さらに黒木森のウィッチの効果も発動していく。あ、違う違う、バカ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 。何やってんだ。間違えた。これによって。これによって、間違え、これによって、今除外しないと、こうだな。さあ、レッドゼンタのタイミングを逃していく。そしてちょっとこれ少し考えましょうか。まあ、とりあえず特殊召喚ですね。一旦特殊召喚しましょう。さあ、特殊召喚。そしてレベル6。レッドライジングドラゴンレベル2、レッドリゾネーターをチューニング。キングのデュエルはエンターテインメントなければならない。王者の鼓動、今ここに列をなす天地冥道の力を見るがいい。シンクロ召喚、赤魂レッドデーモンズドラゴン。うわー、もう間違え、完全にこれ除外するタイミング間違えたわ。俺はシンクロコールの効果を発動、墓地のレッドリゾネーターを特殊召喚し、フィードのレッドデーモンズラゴンとシンクロ召喚を行う。トリザンメイド山本咲、地の炎ともにその身をさらせ、シンクロ召喚エンマリュー、レッドデーモンベリアル。うわうわ、そしてレッドデーモンベリアルの効果発動、フィールドのモンスター一体をリリッシュ、墓地のレッドデーモンズラゴンも特殊召喚。うわうわ、スキル発動、キングオブデーモンバトル、やばい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 、グレートサミットブレイカー、これでとどめですよ社長さん。お願いお願い、一旦待って、一旦待って、お願いお願い、ほんまに一回待ってみるか、一回待ってみるか、では、あ、一回待ってくれた、一回待ってみるか、では、いいだろう、キングのデュエルはエンターテインメントだけもならない。一回待ったのが命取りでしたね。ええ、そんなことある、スキル発動。ソウルマンシャー。やばい。いや、それはやばい。
ちょ、やばいやばい、サンダーボルト行け、サンダーボルト行け、サンダーボルト行け、サンダーボルトガチできつい。ちょ、マジで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 、きつい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 。あ、セット、え、セットセットセットサンダーボルトって思ったのにもう最悪や。セットセットってなんや、セットってなんや。え、でもさ、セットってさ、これ待って、その時確認しなかった、やばい、スナップみたいな、なんも、なんも反応がない、なんも反応がない。これミラーフォースじゃね、え、これミラーフォースじゃね、ミラーフォースか、蘇生か、ハーピーか、サンダーボルト。ハーピーやったら大丈夫。いやー、これきついな。ちょっと待って、考えろ。街は今こうして、で眠りね、あ、こうだ、これだ、コンプリングが正解だ、多分。いくぞバトル、アブソリュートパワー、絶対ミラーフォースじゃん、それ。鳴らすのあなたケアした、だからケアはした、だからケアはしたぞ。帰ろ、しゃー、なんて守備表示にするんだケアした、ケアした、これ遊戯王がうまい、今のは、今は遊戯王がうまい。セット、くそー、セット怖いからやめろって。ドロー、引かんねえしよう、カード怖えよ、すでに怖えよ、これ何そのカード。でも俺行くしかないんだよな。鳴らすのはあなた、ちょっと無限にやろ、レマリュレッドデーモンベリアの効果発動、フィードのレッドリドネターを利用し、墓地のレッドデーモンズドラゴンを特殊召喚。さあ再び現れよ、レッドデーモンズドラゴン。そしてスキル発動、キングオブデーモン、また守備表示のバトル、いけ、アブソリュートパワーフォース、攻撃感だけなんだこれ、次元幽閉いやあ、クソ、だったら両方とも攻撃表示やった、だったら両方とも攻撃表示やった、うー、ドローきつい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 、シュワ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 キングオブデーモン、いけ、グレートサミットブレイカー、オッケー、完了、ハめちゃくちゃいい試合、なんかしんねえけどいい試合、ドローン、なんかしんねえけどすごいいい試合。よし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 、防御、防御耐性、やつは防御耐性してる。あ、オッケー、カード今セット、スキル発動、キングオブデーモン。いやー、これレッドデーモンズ除外セットに行って、めっちゃいてバトルグレートサミットブレイカー、完終了もう諦めろよ、ドロもう諦めろもう諦めろよ、オッケー、よし、これは来たー、すいけー、レッドリゾネーターを召喚、レッドリゾネーターの効果発動、手札の会長グライフを特殊召喚、そしてダレアナモンスターの効果発動、フィールドのカードを1枚を破壊する、うらーどの道イリュージョンっていうやったぜ、いけー信じられないぐらいペガサスが悲しい顔してるわこんな悲しいペガサス見たないわ、ちょっと回復しますわ、ごめんなさいね、こいつ勝ちなのに。で、こうして、ほら、いつで最後はこいつで決めるぜ、行くぜ、ペガサスとやら。くそー、このカードゲームを作ったのは貴様らしいな。スキル発動、キングオブデーモン。キングのデュエルはエンターテインメントだけではない。アブソリュート、パワーフォース。あぶねえ、あぶねえ、めっちゃいい試合、くっそ負けた、めっちゃいい試合でしたね、でも
あのタイミングでミラーフォース引くっていう。いやでも正直ちょっとサンダーボルト引いてほしかったなっていうのありますね。いやサンボル引いたらめちゃくちゃ歓喜でしたね。めちゃくちゃエンターテイナーだな。いやそのスキル使いこなせるのはマジでエンターテイナーですよ。ジュエルスタンバイ。闇遊戯、闇遊戯なんだ。ディスティニードローか。なんだこのデッキは。23枚、ちょっと多め。そう、はあはあ、初めてです。私20枚以上デッキ使ったことないんですよ。ああなるほど。エクストラデッキなし。なんだこのデッキは。やばい、わからない。何もわからないぞ。なんだこのデッキ。さあ私はとりあえずリーブ21デッキとでも言っておきましょう。さあカード決め、セットセットセット、わかんねえんだよな。あ、わかんねえ、引かんねえ。なにこれ、ワームゼクス召喚、召喚効果。さあ飛ぶ18金の効果発動。ワームデッキか。飛ぶ18金の効果発動。入る18金を墓地に送るぜ。うわー、それは悩み無用だ。リーブ20、リーブ21。これマジ普通に強いんだな、このデッキ。そしてカードを1枚セット。セット、やばいやばい。これはちょ殴る、一回殴ってみようかな。一回殴る。これ何、これマジ何これ。でも分かんねえんだよこれ。クソ分かんねえ。これ怖っ、殴んの怖っ。殴んない方がいい気がするわ、タンシュロ。殴んないの？何それ、何それ。社長さん、それ何ですか、そのデッキ。そのセットカード何ですか、そのセットカード教えてください。これは魂のカードです。何もわかんねえ、何もわかんないよ。何それ、そのカード何。とにかくあのかゆいデッキかもしれない。かゆいデッキ、かゆい、かゆいってなんだ。かゆいデッキですよ。かゆい、頭がちょっとかゆいですけどね、最近僕は。リーブ21行きすぎて。これで OK や。あ、でもあかんわ。え、いいんですか、そんな、そんななんか展開して。え、アーマードホワイトベア、誰やねん。誰やねんお前。このカードが破壊され、墓地へ浮かれた時に発動できる。自分のデッキ墓地からレベル4以下の獣族、光属性モンスターを選んで特殊召喚する。強いやん。なるほど。マジ誰やねんモンスター判定召喚来た。誰やねん。誰やねん、本当に。よし。なんかあんだよな。ダブルステップまでいいですか。ダブルステップ隕石発動。さあ地球にこれアルマゲドンです。これ通称アルマゲドン。はあ、通称アルマゲドンですよこれ。隕石降ってきますよ、隕石ボーンと降ってきますよこれ。ウィル・スミスが流れてます今。エネコンだと。いいだろ、リリースか。いいだろ、いいだろ、悪くないだろ、悪くないだろう。はい、ワームヤガンの効果発動。あ、これ間違いプレミしちゃう。巨大ネズミ戻していく。よし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 。モンスターを特殊召喚。デッキより歩く18金を特殊召喚。何これ何これ何これ。うわ、そんな、いいんすか、いいんすか、そんなことしてて。大丈夫っすか。まあまあまあ、もう少し楽しみましょうよ。もう少し楽しみましょうよ、シャチコさん。うわぁ、あそこ攻撃してこうへんかったわ。歩く18金ね。今、右から、まあ、シャチコさんから見て右から説明すると、飛ぶ18金、歩く18金でセット立てるのが、入る18金です。全部。これもだってあかんもんね、完全にあれやもんね。何がですか。これ一番、あー、ワームヤガーは表しか戻せませんよ。表側表示のモンスターしか戻せません。あ、そうなんですか、はい、うん、ワームゼックスって完全にお尻の穴みたいな。そうなんですよ。じゃあいいですか、
I don't wanna close my eyes. Don't wanna fall. どんだけ強いこのデッキ、どんだけ強いこのデッキ、おいおい、わわわわ、もうちょっともう少し楽しみますか、もう少し楽しんだよ、もう少し、もう少し楽しみます、もうちょい、もうだって今シャイニング松田が今ハラハラして見てるんですよ、この動画やばい、ちょっと俺飲み会行きたくねって思いながら見てるんですよ、早く安心させてあげたい彼を。さあ大丈夫か社長さん、この圧倒的18金デッキの前になすすべがないか、お、お願いします、いいんすか、ワームキングの効果ご存じない、ワームキングの効果ご存じない、ご存じない、もしかしてワームキングの効果ご存じない、もしかして、ちょ俺 Just to hear it in the 歌っててみてください、歌ってください、歌ってください、 I don't wanna close my eyes, I don't wanna fall asleep, cause I miss you babe, I don't wanna miss you. やりましたよ兄貴、兄貴やりました、やったぜ兄貴、よかったな兄貴、これはひどいな、飲み会行かなくてすみました兄貴、結局18金かよ、結局やっぱね18金で締めるのがね僕のチャンネルのねクオリティなんですよ、モザイクなしだもんね、モザイクなしなんですよこれ、ということで皆さん最後までご視聴いただきましてありがとうございました、この動画がいいなと思っていただいたら、高評価そしてチャンネル登録をぜひお願いいたします、社長さんのチャンネルも概要欄に貼ってあるんでよかったらそっちもねチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします、それでは最後サンジさんに締めていただきましょう、お願いします、ラミさんが育つみかん畑だぞそれではバイバイ。